肝症候という治療法もですね、6年前にできて、痛みであれば、まずね、腰痛とか、肩こりとかね、腱鞘炎とか、そういう、ここにちょっと出てきましたけど、慢性的な痛み、膝が痛いとかね、この痛みはね、治せるようになりました。で、もともとこれ、痛みを治すための治療法として作ったものなんですけど、2008年の8月を過ぎたらですね、新しい痛み、症状のわからない慢性的な痛みがもう出てこなくなる、そういう患者さんがいなくなりまして、で、そこから病気の方をね、この治療法を使いながら、病気治せないかということで研究して、今の喘息だとか花粉症だとかね、メガネかけてる方もいますけど、視力はすぐ回復できるようになりましたし、耳聞こえづらい人、補聴器つけてる方は補聴器外せるようになる。で、こういう治療法もとても使えるようになる。